どうも、キウセンガイバトです。おしゃ、まるぼろ。津軽海峡。いやー、広くなったよ。というわけでですね、今回、まずラジオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を塗ります。お願いします、こんばんは。ナイスどうもどうも。いやー、ミスター関、あそこ、くっつけて。マグロ取れねえだろ。今回の都市伝説は、致命的な有害物質が新たに発見されてしまった加熱式タバコ。命を削る前に、タバコを今すぐやめるべきかもしれないので。というわけでですね、今回その加熱式タバコの危険性について触れていきたいと思います。2024年10月、東海大学の研究グループは国内に販売されている4種類の加熱式タバコを調べ、毒性の強い蟻酸を検出したことを発表したのよ。ウマヅラビデオの以前の動画でも取り上げたように、紙巻きタバコと同様に加熱式タバコを吸っても健康に害があるけども、新たな毒性物質が今回検出されてしまったのね。頭で分かってんだよ。なんか普通の意見だろ。蟻酸とは17世紀に発見された赤アリから名付けられた水溶性のカルボン酸で、刺激臭のある無色の液体なのね。おお、だから原辰徳さんがずっとタバコやめろって言い続けてた。あ、蟻酸のせいなんですね。そう、お前さ、何でタバコ吸ってんのかって言ってた。しかも原さん、東海大学なんだね。都市伝説だ。そして繊維、皮革、ゴム、化学、製薬などの産業で染料や各種材料の中間体などとして使用される一方で、意外にも日常生活の中にも存在しているのね。例えば蜂蜜にはごく微量の蟻酸が含まれているのよ。これは蜂が花の蜜を加工する過程で自然に生成されるものなのね。また一部の果物、特にリンゴやプラムにも微量の蟻酸が含まれている。これらの場合、含有量が極めて少ないため、通常の摂取では人体に害を及ぼすことはないのね。しかしタバコに含まれる蟻酸の量はこれらの自然な源泉とは比較にならないほど多いのよ。動物実験では蟻酸の大量投与で死亡が見られ、人でも触れた部位に強い刺激を及ぼし、水泡、頭痛、嘔吐、下痢などが生じてしまう。また発がん性は確認されていないものの、蟻酸は人の体内に蓄積し、目や皮膚、呼吸器などへ障害を引き起こすことが知られている。ジダクさん。ジダクさんね。蟻酸はもともとハタバコにも含まれているけども、栽培したハタバコに散布することで多量に混入し、喫煙時に燃焼する過程で吸入したりしてしまうのね。そのため加熱式タバコを含むタバコの喫煙で蟻酸を吸入することは、呼吸系の悪影響や受動喫煙の害などが懸念されている。そして東海大の研究グループは、国内で販売されている4種類の加熱式タバコのデバイスとタバコスティックを使い、蟻酸の放出レベルをイオンクロマトグラフィーで分析したのね。その結果、メントールよりレギュラーで、まだ加熱温度が高いほど蟻酸の量が増えたことが分かっており、蟻酸はガス状ではなく、流形の大きい粒子状のまま吸入された場合の吸入量は、各国の公的機関が定める職場での暴露限度量を大幅に上回っていたのね。単純に癌になりやすいとかじゃなくて、いろんな症状が出る可能性が、そうそうそう、またもともと持ってる疾患をブーストさせる可能性が。確かにね。ギラゾー終わった。あ、どうぞ。ギラゾーなんかいろいろ背負ってるからかわいそうだな。そして紙巻きタバコよりも加熱式タバコに特に多く含まれるプロピレングリコールやグリセロールが熱分解によって変化し、蟻酸の生成に影響を及ぼしている危険性が指摘されてるのね。これは加熱式タバコがより安全という誤った認識を覆す重要な発見なのよ。蟻酸の蒸気を吸入すると鼻や口の粘膜を強く刺激し炎症を引き起こし、蟻酸のエアロゾルを吸入すると呼吸器の障害を引き起こす危険性があるのね。これはタバコに含まれる蟻酸の量が日常生活で接する量をはるかに超えているためなのよ。ニコチン依存症でタバコをやめることは難しいものとされているけども、タバコに含まれる約4000種類の物質のうち約200種類が有害物質で、40種類以上もの発がん性物質があると厚生労働省でも警鐘を鳴らしているの。蟻酸はこれらの有害物質の一つに過ぎず、タバコの危険性はこれだけにとどまらないよね。そしてタバコを吸わない人でも周りに喫煙者がいれば、副流煙によって人体への影響があることは有名な話なのよ。蟻酸の発見はタバコの危険性を再認識させる新たな警鐘となったのね。かわいいだろ。めでてんじゃねえよ。だ、伊勢の本当の神はエンリルだってことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスとは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には被害者、うん、